はい、皆さんこんにちは。浅場亀仙流チャンネルの浅場です。今日はスーパーラジコン秋葉原店の方に、AWD を走らせに来ました。で、まだ買ったばかりの車なので、こちらの IC タグの方がついていないので、こちらですね、こちらの IC タグを購入して、マシンに装着して、これから今日からですね、ちょっとタイム計測などもしながら、AWD の方をこれから走ってみたいと思います。はい、というわけで、買い物終わって、こちらですね、 IC タグの方をこちら取り付けました。はい、この後、この車ですね、タイム測りながら走ろうと思います。はい、そして今日なんですけれども、スーパーラジコンの方に、畑っちのラジコンチャンネルの畑っちさんが、来てくれましたので、こちら、AWD の方をちょっといろいろと教えてもらいながら今日は走りたいと思います。すいません、よろしくお願いします。はい、なんかまず宣伝しちゃっていいですよ、畑っちチャンネルの、畑っちのラジコンチャンネル、ミニッツのノウハウとメンテナンスの動画たくさん上げてますので、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、というわけでこちらなんですけれども、とりあえずまず見ていただくと分かるんですけども、まずボディを変えてきました。お、前はエンツでしたね。エンツでしたよね。で、エンツのバンパー付きのエンツをつけてたんですけども、やっぱりそのボディが重いのかなということと、やっぱりその畑っちさんに教えてもらうにあたって、やっぱりボディは同じものにしといた方がいろいろと情報共有できるんじゃないかなと思って、とりあえずはこちら 12C に帰ってきました。はい、でちょっとボディももしよかったら撮ってみてください。じゃあ早速中チェックしていきます。はい、はい、大きくは変えてないんですけれども、まずそのスプリングを黒から緑に変えたのと、あとその上についてるロッドあるじゃないですか、このこれです、はい、それがみんなつけてたんで、とりあえずつけてきました。はい、あとフロントスプリングもとりあえずは赤に変えたんですけども、ただこれ赤が実はMR03 用のスプリング、これ使っちゃったんですけど、MA020 用のだとあれ長さ違うんですかね。そうですね、ちょっとガッタがあるかなって感じなんですけど、まあその辺は後で話しましょう。了解です、はい、というぐらいですかね。この状態で走ってみましょうか。はい、あとは特には変更はなく、今フロントがラジアル20の新品、リアがラジアル30ワイドの新品がついている状態になっていますので、ちょっとこのまま走ってみたいと思います。はい、それでは走ってみます。いきますね。よいしょっと、じゃあ行ける。あ、すみません、はい、ありがとうございます。ちょっと曲がってない感じ。曲がってないですね、ただ転ぶ気配はないですね。そうですね、ただ本当待つ感じっていうか、この S 字の試験員が本当に辛そうな、全然ちょっと曲がりが足りてないかなっていう気がすごいしますね。ただなんだろう、前回エンツォで箱出しで持ってきたときは こんなもんじゃなかったんですよ。もう跳ねまくっちゃってどうにもならなかったんで、それに比べると今すごい路面追従性が良くなったので、なんか安心してこう1コーナーに突っ込んでいけてるので、はいはいはい、とりあえずは一歩前進したかなっていう気はするんですよ。何か変えたんですか。あ、スプリングを柔らかくしましたね。前後黒だったのを、はい、フロントが赤、リアが緑に変えて、グリスとかも試した。あ、グリスも入れました。なんだっけ、リアの DWS のダンパーに3万番のグリスが、はい、じゃあ前回の宿題を踏まえて、もうやりました。はいはい、やりました。はい、わかりました、はい、ありがとうございます。はい、じゃあちょっとこれをちょっと畑っちさんの方にも走ってもらいましょうか。はい、やっぱ走んないと分かんないですもん ね。はい、じゃあよろしくお願いします。はい、よいしょ、カメラ変わりますね。よいしょ、はい、じゃあ行きたいと思います。はい、お願いします。お、曲がんないですか。超曲がんないですね。ブレーキかけないと結構触れていいかもしれない。 AWD はもっと曲がるんですか。僕の AW はもうちょっと曲がります、一応 KT432PT の、はい、もう最大打角にはなってると思うんですよね。リアルレートも 100% だし、エンドポイントも 120% にしてるんですよ。だからプロポの設定ではこれ以上曲げられないかなみたいな。そうですね、フロントのグリップが全然されてない、奥が全然曲がってない感じがします。うん、チョッキ
はまあ悪くない。ただ奥で曲がってこない。後半全然入ってこないですよね。ちなみにこれフロントのナックルは今いくつつけてます？ノーマルです。あ、なるほどなるほど、ノーマルですよね。パイロットマンはそのままです。わかりました。そのあたり一切触ってない感じですね。じゃあこれラップしてみたいと思います。はい、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 ありがとうございました。はい、すみません、お疲れ様でした。僕の車どうだったでしょうか？初期は曲がるんですけど、後半がちょっと曲がらないなっていう印象で、で走らせながらちょっといろいろお聞きした感じだと、多分まず一つ目はタイロット。タイロット、標準だと、まあ、見ての通りこうやってかなりトーアウトな設定になっているので、はい、これをまず僕はトーゼロになるものを使ってるんですね、はい。まあ、ここは人それぞれ好みあると思うんですけども、その、まあ、トーゼロになるにつれて、奥で曲がるようになるっていう印象があります。はい、ですので、まず試しに1段階トーインになるようなものを試してみましょうか。はい、いきなりトーゼロだといきなりちょっとね難しくなっちゃうんで。なるほど、まあタイロットを変えたらいいんじゃないかということが一つと、ね、まず一つですね、はい。であとナックルですね。多分標準だとほとんどキャンバーが入っていない状態なので、奥でかなり曲げづらいと思うんですよ。なるほど、なんとなくイメージ的にフロントのナックルキャンバーつけると転ぶっていうイメージがあるんですけども、それは大丈夫そうですかね？そうですね、おっしゃる通りで、かなり転びやすくはなります。ただ奥では曲がるようになるんで、タイムを上げたいならばもうちょっとこの今ほとんどラジアル削ってない状態ですけど、これをもうちょっと23.0 ギリギリぐらいまで攻めたタイヤにして、それでキャンバーをつけてみるっていうのが、まあ、一つの手かなと思います。なるほど、はい、いきなり例えば2度とかにすると多分転ぶと思いますので、まずは1度とか、うん、その辺から試してみましょうか。分かりました。まあまあ詳しいテクニカル的な話は、まあ、畑っちの RC チャンネルさんの方でちょっとやっていただくとして、はい、今日はですね、まあ、最後にICS の設定ですかね、はい、これまだ本当に箱出しのまんまで一切まだいじってないので、はい、一応これからちょっとパソコンの方に行って、はい、まあ、最低限ここは変えた方がいいんじゃないかなというところだけちょっと変えたいと思いますので、はい、すいません、設定の方よろしくお願いします。はい、分かりました。はい、それではスーパーラジコンのパソコンを使ってこちら ICS の設定をしたいと思います。今こちらですね、 ICS の設定画面の方は出ていますので、畑っちさんの方に、設定をしていただきたいと思います。はい、はい、まずどこら辺からでしょうか？そうですね、まずステアリングの方なんですけど、はい、まあ、基本的にやっぱりAWD 曲がらないので、とにかく曲がるセットにしていった方が僕的には好みかなと思っていて、はい、まあ、この辺とか全部5でファーストで、起動パンチも全部こう上げちゃう感じ。おお、なるほど。ここ MA030 EVO、ここ注目やんないとダメですよね。そうですね、普段 MR03 EVO でやってるので間違いがちですよね、はい、ここはここにチェック入れないと大変なことになります。はい、であとここですね、通信モードも普段 432TT を使ってるので、はい、ASF にチェック入れます。はい、であとここリバースタイマー、これについてはですね、バックが速くなるかってあれですよね。そうです、そうです、この数字が小さいほどバックが速くなるんですけど、ブレーキを使う場合その速すぎても良くないんですよ。僕ブレーキ使わないです。ブレーキ使わないですか？はい、じゃあもう極限まで速い方が多分復帰も速くていいと思います。なるほど、まあ、この辺にしときますかね。はい、とりあえず。であとニュートラルブレーキはこれは切った方がいいです、絶対に。あ、転がるってことですか？そうです、はい、なぜならその AWD はやっぱりその抵抗が大きいので、ニュートラルブレーキをその入れちゃうと転がらなさすぎちゃう、ね、止まっちゃうんですね。ですんで1位で、あとモーター自転数はここは僕は5にしてますね。そうですね、5が良さそうですね。はい、で起動パンチは逆に僕は落としてます。そうですね、はい、であとノーマルのミドルでいいかなと。じゃあこれで書き込みたいと思います。はい、お願いします。はい、はい、OK です。はい、じゃあこれで、変えて最後にちょっとだけじゃあ走って今日は終わろうと思います。はい、よろしくお願いします。さあ ICS を変えて走らせ始めましたが、
どうでしょう、さっきよりは少し試験員が早くなったかな、どうだろうか、やっぱり根本的なやっぱハードウェア的な部分を変えてないからちょっとまだ難しい感じがしてますね。あ、でもさっきよりも割とミスせず走れているような感じがしてます。まあ、これからね、浅場さんのこの車、僕の方でもしっかりサポートしてちゃんと速くしていきたいと思ってますんで、で裏番組的なことはね、ハタケッチチャンネルの方で上げていきたいと思いますので、気になる方、この裏側がね気になる方は、どうぞうちのチャンネル登録してぜひ見てください。では、浅場亀仙流チャンネルとハタケッチのラジコンチャンネルのコラボでした。じゃあまたね。